ムの将軍。あれ？ねえ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 、ちょっとエルギオス倒しに行かない？そろそろ。もうそろそろエルギオスと倒しに行かない？元にして隠された洞窟を見つけてナインたち、そして次々と協力、なんだったらスライムシュセーナルがさっきの荒ぶる光の地図よりよっぽど弱えぞ。荒ぶる光の地図より、罠なく、レベル38って書いてあるじゃん。弱くなってんじゃねえか。いや、まさか今になってさ、合体モンスター来ると思わないよね。いや、スライムジェネラル敵に回したら結構強いんだよな、あいつ。しかも何レジェンドクエストオーダーやってんでしょ。どんだけ強いんだ逆に。逆にどんだけ強くなれんのワンの合体モンスターって。逆に、ちょっと待てや、チートだぞ、お前。お前 HP 1.5 倍になってんじゃねえか。いや、どんだけ上がってんのかな思ったよ。何3700ってバカじゃないの。ねえ、スライムでお前 HP 1.5 倍ぐらいになってるよ。ええー、ねえ、こだわってんな。あんこくんまじもびっくりだわ。シゴラ行くぜ。いや、あんま効かないかな。あー、でも結構効いた。そこそこ効いた、そこそこ効いた。目を上げ。おー、いいね。これスパイラルスラッシュを回避できたらでかい。封じ、現実は非常である。レジェンドクエスト、どんだけ強いの？レジェンドクエストの封じ。どう？あ、まあ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 、封じは所詮封じか。大丈夫大丈夫。灼熱で弱点取れるよ。ダスコ久しぶりだね、ダスコ。なんか動画出んの。張り切ってる、素晴らしい。張り切ってる、張り切ってる。いいよ。もう、お前らの息は十分。意気込み十分。観客5分。カルスの家まで15分。いいよ。いいよ、いいよ。お前らやる気十分や。3000だね、これやばいな、でも。スパイラルスラッシュ通行出たらどうなんの、これ。言うたら出すな。怖すぎだろ、これ。待って、怖すぎ。避けて。いいよーわー。よー、え、よ、あれ、え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 、弱くない？え、弱いんだけど。え、弱い？あれ、弱い？あれ、え、弱い？あれ、待って。スライムジェネラルって確かね、スパイダースラッシュもうちょい出るよ。スパイダースラッシュもうちょい出ます。あれ。あれ、レジェンドクエストなのに弱い。そんなことある？逆に、逆なんだけど。え、今までの逆を今俺味わってんだけど、おかしいな。あれ、そのパターン俺知らんな。ちなみに言っとくけど、スパイダースラッシュそんな弱いわけないんだけどな。むしろ本家より弱なってんだけど。おかしいっすね。SP が高いなって思ったらさ、お前あれ。なんか俺デバフ入れたわけでもないのに。やったらマヌーサかかんな、おめえ。さっきから。スパイダースラッシュ？え、弱いんだけど大丈夫か？はい、オッケー！ノーコーン！素晴らしい。ジゴラが働く。これ普通に勝てるね。これは普通に勝てるぞ。思いのほか楽だ。ごめん。ごめん。ごめん。賢者に当たると痛えわ、そりゃ。おーい、外れたちゃうねん、お前。おい、やる気十分ちゃったんか、お前。まあまあ、でも、さすがに賢者に当たると痛いね。打撃弱点の賢者は痛いね。でも大丈夫でしょ。聖なる犬をしたべ。聖なる犬をしたんだよ。普通にいけるでしょ。1600をお前が言ったんで削れるとは思えない。スライムジェネラル、お前がね、1600を言ったんで削れるもんなら削ってみろ。大丈夫だ、さすがに大丈夫だ。弱い、ええよ、うわ、勝った、勝った、はい、勝った、はい、勝った、勝ちました。もう上から1400とか無理でしょ。よかった。あんま強くなくてよかったわ。もう想像以上には良かったわ。よーっ、ごめんって。謝るからごめんって。そりゃまあね、まあね、バカにしたのは悪いけど、てかさ、なんかさ、バカにした瞬間にさ、お前ら本気出すのやめろよ。
なんかさ、大体のなんかさ、この前のダイジェスト動画とかもあったけどさ、なんか、俺なんかさ、敵をバカにするとすぐになんかお前らさ、そういうことしてくるよね。やめてよ、そういうの。終わるんじゃない？おい、耐える？おや、耐えるんか。おい、なんか、やる、根性あんじゃないの。しかし。だがしかし。あれ、俺何してんの？何出した今。え？おい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 、誰こいつ。ちょっと待って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 。俺の知らないやつ出てきた。ちょっと待って、俺こんな言葉付けセットしたっけ？なんか言葉付け勝手にポチンって押したらさ、なんか出てきたのよ。誰こいつ。なになになになや。お前どこの世界線や。どこの世界線で出てきた。ちょっと待って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 。何してんだこいつ。なんでなんか出てきた。なんで友達出てきたの。意味わかんないんだけど、なんかさ、勝手に友達がバシッと発動したから押したらなんかヤンガス出てきたんだけど、おかしいな、俺こんないつセットしたんすか。究極のマシュー。あのもうこの調子を続けるのか。ねえ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 、この調子をずっと続けるんですか、グビアナジョ。いや、あの、すいません。いや、すいません。同じ文章みたいなの出てきますけど。あの、すいません。あの、そろそろエルギオスと、そろそろエルギオス倒しに行きません？どこ行ってんの、君たち。レベル43。何遊んでんだ？皆さんは、パーティーを組むとき、パーティーをね、友人間で組んだとき、こんな人に出会ったことありませんか？鷹の地図行こうぜーって言ってた、前世紀ですよ。その時に、こういうやついませんでしたか？またこじつけの理由じゃねえか。てかさ、この二人さっき見た。さあ、というわけでパーティー、3900。ねえ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 、スパキラちゃん、スパキラちゃん、HP お前2450だろ。ねえねえ、元祖 HP2450 なんやで。一体いくつ増えとん？いくつ増えとん？はい。だが、しかしですよ。あなたはね、あなたは重大なミステイクをしてください。あのね、スパキラくん、君はね、重大なミステイクを犯してしまったんですよ。それはね、レジェンドクエストって何回も僕やってきてわかるんですよ。君のミステイクっていうのは、あのですね、僕に弱点をさらしてるんですよ。ファイブあたりからそうなんですけど、なんかね、レジェンドクエストのファイブあたりかな、なんか。そのあたりから敵がさ、見るようになったんですよ。右のね。右の敵を見るようになったんで、その時になんか出てくるんですよ。それでね、君はね、重大にミステイク、うわ重大ミステイクをさらしてしまったんですよ。あなたはね、自分の姿をさらしてしまってんですよ。どんなモンスターだろうって言うまでもなく、君はね、自分の弱点をさらしてんだ。行くぜ。ならば私はね、それをメタルだけですよ。せーの。いいよー。で、これも聖なる祈り安定かな。聖なる祈り安定でしょ。ね、合体モンスターとか結構ね、まあ、基本中の基本なんですけど、合体モンスターと戦う、ね、対人戦するときは、大体これです。合体モンスターと対人戦するとき、ゲリオンとかね、結構強い合体モンスターもいましたけど、その合体モンスターをね、倒すのは大体、聖なる祈り使ってます。はい。まあ、そうしたら絶対ほぼ負けないですからね、それ。クソ雑魚かん？クソ雑魚かい？あんま攻撃が強くないんだね、さすがに。さすがに HP が高すぎるから、さすがに火力は増強できなかったんだね。オッケーオッケー。重大なミステイク。その身で食いよ。はい！うわ！ちょっと待ってくれ！ 571。その HP を、その HP を強引にゴリゴリ削っていきます。弱点属性によって、スーパーキャプションをゴリゴリ削っていきます。ほいちょっと待ってくれ。もう HP 返してるな。てか完全に返してんな。お前本当に3900あった？みたいなことになってますけど、今あなた。今あなた、3900本当にあったの？みたいな HP になってるよ、今。おかしいな。ガリガリ削っていくな。いくわい。まあ、所詮ね。だってさ、普通に考えてください。原作的に考えれば、この装備の人間がスーパーギラマシンに手こずるわけないっすよね。で、原作的に考えたらおかしいっすもん。こんな金ピカ装備しといてさ、スーパーギラマシンに手こずるわけないよな。原作的にね。まあ。
はい、電撃の剣、ドーン次メタハンちゃんなんかやって次のターンに終わるな、これは。おい、意地見せろ、もうスーパーキラマシン、応援するわ、応援したろ、応援します、応援するわ、意地見せてくれ、スライムジェルの意地見せたから、さっき。スライムジェルの意地見せたから、お前もちょっと意地見せようか。ちょっと待って、あのすいません、すいません、すいませんでした。あのさねえ、君たちは何なのレジェンドクエストマジで何なの。俺がなんか煽り垂らすとさ、大体なんかそういうことすんだよねなんで君たちは俺が言うとそういうことしてくるのかな本当に意味わかんないそして最後は終わり、意地見せたんだなせーの、終わりです、ユウの負けです。意地は見せてくれたんだけどな意地は見えたんだよな、まさかおめえまで意地見せると思わなかったけどな。でもスライムジェネラルより苦戦しねえわ。見えざる魔人の地図。はい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 、ごめん。ごめん、あのね。うん、あのごめん、認識が遅れたわ。あー、はいはいはい、あの人気のやつね。なんとそこはメタルキングたちが無理を出す、経験値溢れる洞窟だった。なるほどね。ごめんな、俺ね、見えざる魔人の地図はね、俺記憶薄いんだ。とある事情で。まあ、そうかーって思っちゃったわ。まあ、一般的に調べたら出てくるのは見えざる魔人の地図ですわ。身の守り255。さあ、メタル狩りに行こうや。お供にメタルハンターを釣る。ねえ、君3回目くない？そして、悪魔の騎士でございます。よろしくお願いします。メタルを借りたい3兄弟と呼んで。まあ、実はです、メタルキング3体。実はですね、このメタルキング3体系統って、の背景にもメタルいる。え、背景にもなんかいる。え、背景にもいる。なにそれはちょっと特別措置。実はね、バトルロードの2回戦とかにも、時々メタル軍団出てくるんですけど、ちょっと待って、背景ごとやってんのは珍しいわ。行くぜ、メタルギリ。本来は魔人ノートが一戦好きなんだよな。よえー。こんなもんか。あらまあ。なかなか作り込まれてますね。で、さっき僕が冒頭で言ったっていうのは、なんでかって言いますと、このね、確か通称マサユキの地図っていうんですけど、これ確かかなり人気なんですよね。15回がメタルキングオンリーの地図だったんですよ。いや、15回がメタルキングオンリーの地図で、まあ、15回目ではね、メタル狩りがほとんどできるよっていう地図だったんですけど、なんで僕が印象薄いかって言いますと、実はですね、うちは田舎なんですよ、まず。皆さん先に田舎ってことを知ってください、僕は。田舎住みなんですけど、田舎でもすれ違い通信はあったんですよ。でですね、ここからが問題なんですけど、これ、正幸の地図っていうのは15回まで行かないとダメなんですよ。メタル狩りをするのに。いや、ちょっと待って。マジで聞かんないけど。15回まで行くまでに、結構強いモンスターが出たりするんじゃないですか。億劫じゃないですか。すれ違い通信で私ね、この地図を手に入れる前にですよ。この地図を手に入れる前に、9回でメタキン大量発生っていうね、その、15回より前、だから9回でメタルキングオンリーの地図がありまして、その地図を僕はすでにもう、捨て違いでもらってたんですね。はい。もうここまでわかるでしょう。マサユキの地図が、ただの劣化版にしか見えないわけですよ。田舎の地図、田舎のね、スーパー地図があって、僕は。正直その地図がね、後々めちゃくちゃスーパー地図だってことにね、気づかなかったんですけど、僕は。田舎なせいで、その9回のメタルキングオンリー地図が入らなかったってことだよ。要はね、マサユキ地図があまりにも流行りすぎたせいで話題になったせいで、俺たちの田舎で生まれた9回のメタキンは全然流行らなかった。そういうことですね。だからマサユキ地図は個人的には、ただの劣化版なんですよ。ああ、そうって思って。なんか結構有名だったらしいですね。なんかこの人。なんかこの正幸さん自体は結構かなり有名になったみたいで、なんか特徴ね、ドラゴンクエストのネタにもされてるみたいですけど、まあ僕は印象薄いわ。俺はね、絶対ね、印象薄い。
多分珍しいと思うわ。それ言って。あのね、見えざる魔人の地図を珍しいっていうのは多分他の実況者見ても俺だけなんじゃないかなって思ってます。はい。で、そろそろ終わろうか、メタル狩り。にしてもメタルキングのダメージの通りが悪いんだよな、どう見ても。いやー、メタル切りでさ、思った以上に出ないね。もっと出ると思ってたわ。終わるか？いや、2位残るー！ 2 位残ってくるー。なるほどね。おーいえ終わりや。メタルハンター。狩り尽くしたれ。狩り尽くせ。いや、全然効かん。メタルハンター、よかったね。